しくお願いします。ありがとうございます。もうもはやジュイチさんのスーツ姿がちょっと違和感があるぐらいの感じになってきましたね。そうですね。まあでもあの当時の2日目なのに当時のスーツなんでね、はい、この当時はちょっとガブガメに作ってたのなっていうのがものすごく来て思います、ね。はいはい、今はもっとタイトにねピシピシで作りますけど。本当ですよね。今やっぱり、ね、スーツのトレンドっていうのもありますよね。そうですね。じゃあ本山さんごめんなさい、2日目、はいはい、2日目になりました。はい、今誰か来ましたよ。もう早いね。誰か来た、誰か来た、はい、今あのピンポン鳴りましたけど、おっとここで森澤選手、ありがとうございます。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 いいものを見せてもらいました。わお、あの皆さんあのカタログ見ました？昔の若い頃の3人の顔公式プログラムね。こんなにおじさんになりましたね。いや可愛かったんだね。前は本当に可愛かったですよね。写真可愛かったですよ ね、こんなに老けちゃった。ちょっとどうぞどうぞ、はい、あちらの方に、はい、よろしくお願いします。さあフリップトークもね行っていきたいと思いますけれども、はい、どうぞおかけください。私も失礼します、はい、さあというわけでですね2日目になりました。イベントね、森戸選手も2日間通して参加になります。そうです。非常に珍しいことですね。まあ、ガズレーシングフェスティバルだからね、やってますけど、ここ鈴鹿でこういうイベントにねこうやって出させてもらうのは初めてですね。はい、はい、ね、大体イベントモータースポーツのイベントでね、ジュイチさん1日っていうね、はい、たった1日の祭典っていうのが多い中で、うん、このモースポフェス2日間の開催になりますよね。本当にあのコンテンツが多くて、うん、1日で回りきれないっていうファンの方が来ていただいた方々の声が昨日ありまして、まあ、2日ありますからね、まあ、いろいろ回れるなっていうところが。しかも僕今朝ね、はい、あそこのホテルの温泉行ったんですよ。はい、ね、で温泉行ったちょっと待ってくださいクワガーデンの温泉に、うん、トヨタ自動車の社長が入ったわけです。入ったの。それでね、朝入った人お会いした、うん、分からなかった。いや、それで着替えてる時にね、はい、いいっすねこのイベントって言ってくれて、はい、ね、そのいいっすねって言った方は社長やと分かってるんですか？向こうは分かってるんですけど僕は分かってないんで、どちらが来られたんですかって言ったら、うん、長野からです。うん、嬉しいですね。それでね、その森戸さんねとね、ファンにとってしてみればメーカーなんか関係ありませんから、はい、どんどんこうやってねメーカーの脇をは超えてやってくださいよ。そうなんですよね、うん、モータースポーツってどうしても対決ずつになってきて、まあ、それはね、それはガチンコで勝負してもらえばいいんですけど、はいはいはい、やっぱりファンにとってはね、うん、プラットフォームとしてはこうやってね、うん、メーカーの枠を超えてやった方がいいんじゃないのかなって、どうですか、メーカー。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。それにはやっぱりね、こういうね、レジェンドと言われるこういうね、その彼らの後輩もいるでしょうけど、はい、彼らはやっぱりガチンコで勝負することですよ。はい、藤上さん、安全社長にそう言われてますけど、はい、いかがですか？どうですか？ちょっとこの距離感気になる、はい、もうちょっとよく座らせてください。近いずっとね、ってる感じで、ここは11がいいんじゃないかなとか、変わろうか、いや、ここにさせてください。でもないですね。本当道組さんの隣に安田社長ってないですね。本当本山さん初めて時間半分になったら途中で1回交代させてもらえて、写真もあるやろし、記念人あそこにメディアの方々が押さえていただいて、本当本当だ。ありがとうございます。はい、まあ、でも昨日はね、8号社長も来られて、8号社長とランデブー走行されました。森蔵選手いかがでした？いやね、煽るなって言われましたからね。もう煽ったら友達じゃなくなるよみたいに言われたんで。いや、でも直接お電話あったって本当ですか？ああ、そうですよ。個人の携帯に。いや、本当に。へえ、もうそれでびっくりしました。私、今、春闘じゃないですか。はい、はい、大変な時期。春闘、はい、ちょっとだけ難しい話になりました。で、春闘の、あれをね、ちょっと体調不良で私 ね欠席したんですよ、はい、そのニュースが上がってたら、ちょっと心配してくれて、で、心配じゃなかったんですよ、要はね、心配じゃなくて、要は、春闘はいいけど、はい、この土日を休むなよ、今回だよ。念押しだったんですね。だから全然人のことなんか心配しないんですよ。いや、でもね、道上さん、はい、改めて社長バイク乗ってらっしゃる姿見てかっこよかったですよね。いや、初めて見ました。あ、そうですか。どっちかというと今当時社長に隣にいらして、
おしゃべりさせてもらってますけど、はい、8号さん、道上しっかりしてよ、何を感じてる、逆に8号さんと僕はあんまり喋ったことがないので、じゃあご紹介しますよ今度あのマブダチですか、もしあれだとこの際別にトヨタに来ていただいても結構こんなこと言うたら、あわーしてるわ、どう答えたらいいのか、ほんで昨日ジュイチさんとイチャイチャしてた道上さんと全然ちゃうやんキャラ、まあちょっとそれ聞きたい、イチャイチャしてたの、イチャイチャしてるんですよ、仲良しだからもうイチャイチャしてた、同じ奈良県出身で、あ奈良県ね、同い年なんです、同い年、なんとこのステージの上半分以上奈良県民ですね、半分以上悪いこと、悪いことばっかりしてたんで、うん、があのレースやらないかって言って誘ったんですよ、あそうなの、お前それ楽屋で話しちゃったね、そうなんですよ、今ねちょっとね、はい、いいお話になりましたので、はい、ちょっと早速フリップトークに行かせていただきたいと思います、ドライバーの皆さんにはですね、あらかじめ書いていただきました、今日はそのテーマ書いていただいたんですが、せっかくなんでちょっと森戸選手も今書いていただいていいですかね、何を書くの、ね、テーマは、うん、夢を達成するために必要なことということを書いていただいてます、さあそれではですね、すでに書いていただいた3名はもう出していただきましょうか、よーいどん、よーいどん、よいどん、よいどん、さあじゃあ道上さんからいきましょうか、はい、ちょっと待ってくださいね、いろいろありまして席替えします、一回どうしますいろいろせ、いろいろありました失礼しますとか、ちょっと待ってください、この人なんですか急に、いやちょっと落ち着く、腰抱かれてます昨日のデモレースで勝ってしまったんで、うん、ちょっとなんか心苦しいなってねじゃあ今日なんとか調整しなさいほんでね、もう今日は調整してちゃんと道上さんね、2000年の車、2002年の車、はい、2008年の車やからね、それはちょっと進化まで、ありがとうございます、させていただきました、はい、さあそれではですね、元山さんからいきましょうか、レース、はい、うん、まあ、やっぱり、ね、その僕にとってはその人生全てがレース、ね、そうですね、その頃来ていて、やっぱそのレースで始めて速くなりたい、はい、レースで勝ちたいって、もうその単純なことなんですけど、うん、そこに対してずっとね、やっぱその夢含めて、はいはい、うん、ね、その日本で一番なりたいってね、うん、いう思いでずっと来たので、ただレースはその参加するだけではなく、その見るが応援する側、はい、でもね、その11頑張ってほしいとかね、道上頑張ってほしいとか、はい、森蔵選手頑張ってほしいとか、うん、本当につけ足したでしょ、はい、今後ともよろしくお願いしますやっぱり横は緊張するよ、はい、緊張するけどちゃんとお願いするとかお願いします、はい、でも本当に夢がね、たくさん夢があるんでね、はいはい、レースを通してぜひみんなも楽しんでくれればと思います、はい、そのやっぱりその強い一つね、信念を強く持ってそれを追求していくということですかね、そうですね、まあ、僕も全てがやっぱレースのおかげでいろいろ学んだこともありますしね、うこういういいライバルと巡り合ったりだとか、はい、いやでもね、僕本山さんこれレースって書かれてね、はい、もう本山さんってもう本当に子供の時からもうずっとレースなんです、はい、で僕がねレースしながらテレビ出たり、うん、喋り出したりしてる時 もうそれも全く耳込みしてるんです、ずっとレースなんです、うん、だから僕の中の僕のレース人生の中でずっと僕の前にあるんです、うん、ですから本山さんがいなかったら僕多分ここにいてないと思います、うもうなんかレースは飽きてしまって、うん、いくら頑張っていくら頑張っていくら頑張ってもこの人が前にいたんです、うん、だからこの人に負けたくないって言ってレースしてますし、もちろん道上選手もそうですし、で道上選手が僕のことをレースに導いてくれたんです、そう、道上亮が子供の時からレースしててそれがかっこよくて、まあ道上亮にできるんやったら俺にもできるやろって思ってますちゃうからね、ほんとに反論してちょっと一緒にハイエースとかにカード積んでよく行ってたんですよ、それがね、こんな年になるまでずっと一緒にスピンするでしょ、僕が初めてカードに乗ってスピンするでしょそしたら僕乗ったままなんですそこにもう当時のもう有名な道上亮がそのまま押し掛けして僕のことを走らせてくれだからカートコースからしたら道上亮が VIP 扱いしてるあいつは誰なの、それ何、その VIP 扱いしたのか邪魔だからどかしたのか、ただ十一は社長ナイスナイスこういう性格なんで自分お前手を汚すことしないんで乗るだけセッティングお前してくれ、いやでもねそれを見られるわけですよ、道上亮を押してるあいつ誰やって、僕はもちろん初めてなんで無名でしょ、でも僕は褒められて伸びるタイプなんで、そうやって注目されるのがどんどん楽しくなってレースに入っていった、そうですか、
道上さんじゃなかったら、それ何歳じゃないか、僕19の時です、19同じです、はい、でお前の時まだ18やったかもしれないですけど、そこはもう俺の方が年齢じゃないの、同い年です、でも僕の方が、はい、もう誤差もうどうでもいいわ、でも大山さんがちょっと上、はい、僕は2つ上です、学年で2つ上なんですけど、ああ生まれた年は1年ぐらいしか、はい、早生まれなんで、さあそれでは森蔵選手のフリップ見させていただいていいですか、可愛いです、ハートでありがとう、これはどういう意味でしょうか、何でしたっけね、テーマ夢を達成するために必要なこと今の話がね、盛り上がりすぎてね、ね、何でもね、はい、ありがとうなんですよ、感謝ということですね、感謝、いつも感謝って言われてます、いつも感謝って言ってます、はい、感謝っていう言葉は誰も傷つけないし、はい、ね、感謝っていう言葉っていうかね、私が今ここにいるのも、はい、いろんな意味でね、いろんな人に支えられてる、うん、こともあるし、今日のこのイベントだってね、はい、皆さん方ファンがあってのことで、はい、できたと思うし、ですからやっぱり、感謝っていう気持ちを自分自身がね、はい、忘れたらね、はい、やっぱりダメなんだろうなと思って、いつも何かかけって言われたら何かかけって言われたらそうですよね、まあでも本当すべてがその感謝っていうのは本当によくおっしゃってます、それがハートになってるってことは、やっぱ気持ちを込めてありがとうと思うということでしょうかね、それも確かに森蔵選手、モータースポーツってドライバー一人の力では走れないものじゃないですか、そうなんですよね、車を作ってるメーカーもそうだし、はい、あとはそれをね、味付けしセッティングしね、はい、ドライバーが本当に安全で速く走れるようなセッティングをできるメカニックね、はい、だから案外個人スポーツのように見れますけれども、はい、チーム戦でもあるんじゃないのかな、でもその味付け次第ではドライバーがものすごく苦労して乗らないといけない車にもなりますし、ドライバーが楽になる車もなりますね、はい、それと多分ね、そんなこの車のポテンシャルこうなんだから、ね、こういう運転してくれたらいいよとかね、はい、いう会話もきっと出してると思うし、そうですね、はい、そういった意味ではダカールラリーの車を、はい、森戸選手乗られました、乗りました、向こうでですね、はい、ダカールラリーで、はい、のコンテンツ始まるんですけど、行きますか、はい、もしよかったら行っていただいて、はい、はい、モロッコで彼ら練習した時にね、はい、一緒に練習をさせてもらいにサハラ砂漠行ったんですよ、はい、走られたんですか、走りました砂漠を、いやだから走ったっていうよりもね、はい、埋まった、これどこだ、埋まっちゃったね、サハラ砂漠の場合は、はい、ラクダが走った後走ってくると埋まらない、あ、そこはね、ラクダが知ってるから、ラクダは埋まるか埋まらないか知ってるんですよ、すごい、でも彼らが走ってる本ちゃんはね、ラクダなんか今言いませんからね、まあ今日はね、砂漠じゃないんですけれども、はい、ダカール走ったランドクルーザーであり、日野のレンジャーがですね、ちょっと今からあの車ね、10連勝はい、しました、はい、それで市販車部門でランクルはね6連覇、はい、素晴らしいですよ ね、 ね、もうこの連覇にかかるプレッシャーってね、やっぱ本山さんもご存知だと思います、はいはい、こちら菅原芳正選手、伺ってます、どうもトヨタ社長のこちらにお越しをお待ちしておりますが、はい、ぜひぜひ行かれてください、これ僕いただきます、はい、どうぞ、あかんじゃあ森戸選手行ってらっしゃい、はい、行ってらっしゃい、どうもよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、さあというわけでですね、純一さん、突然の登場で素晴らしいコメントいただきました、ちょっとでもね、社長がお越しいただくということで、社長いなくなったらいきなりリラックス、ちょっとみんな足組んで、これちゃんとそっちもやってくださいねこれなんやそれは、まだお客様の前ややめなさい、もうちょっと待ってな、さあそれではこれで記録映像を撮ってた人いなくなったらどこ行ったの、社長にいた、あ、向こう次があれ僕撮ってたんちゃうんや、ちゃうね、社長撮ったんだよ、これずっとスタッフの人撮ってはったのに、36回で、あなたじゃない、あなたじゃない、それ何に乗んねん、それ菅原父、それ何に乗んの、何のメディアに乗るのそれ、シャッターチャンスやね、やめてください、スコラ、スコラ、スコラで笑った人なかなか結構年上の方ですよ戻しましょう、さあというわけでですね、まあ、ありがとうという気持ちを書いていただきましたけれども、さあ、次続いて道上選手いきましょうか、はい、うん、諦めない気持ち、はい、そうですね、まあ、自分もカートからね、まあ、11もそうですけど、はい、まあ、本山さんもやってきましたけども、やっぱりその今はねレーシングスクールとかがあるんで、そうなんですね、まあ、そういったところから入ってプロになる道を進んでいくっていうパターンもあるんですけど、僕らの時代はなかったんで、やっぱりその昨日も話し合ったんですけど、僕は F1 をやっぱり見た時に、はいはい、あ、この世界でやりたいというふうにやっぱり思ったんで、
やっぱりその学業というかその中学生高校生の頃だったんでね、うんうんうん、やっぱりちょっと学校との両立がすごい難しかったんですよ。あやっぱりね、あの正直あの学校休むこともレースのためにありましたし、はい、でいろいろやっぱり周りの、まあ、一番の理解者はやっぱ家族というかね親なんで、そうかやっぱりその中途半端ではやっぱできなかったっていう気持ちは、そうなんかまあ一般道をカートを乗せて運転することは子供はできないですからね。そうですね。でやっぱり12歳から当時はレース、はい、12歳からしかできなかったんですけども、はいはい、そっか今よりももう今より年齢制限があったんで、うん、でやっぱりそのレースをやるときにはもちろん資金もかかるわけですよ、はい、でやっぱりその一回そう思ったら、まあ、諦めることも大事だと思うんですけど、はい、でもいろんな人がどんどんやっぱ応援してくれてるっていうことで自分一人でやっぱりレースできないですから、はい、でそこへやっぱりその本山さんとか、うんうん、真ん中の新次さんとか、はいはい、僕らの上ちょっと上の先輩で、はいはい、憧れの先輩がいて、ですごいやっぱ早いですしね、やっぱりそこを目標にずっと諦めずにやってきたんで、うんうんうん、あの確かにそのちょっと挫折した時もあるんですね。あったんですけど、道上選手結構挫折してるのよ、はい、あのもうカートの時からもうとてつもない勢いでね、もう西の道上寮、はい、中部の高木虎之介、東の本山聡って言ってね、はいはい、もうこれもう3人とてつもなく有名な選手でして、はい、4人上がって本山さんも F3 上がって結構な時間あの F3 乗ってそうでした、ね、実際ねその F3 を6年半やったのかなね、結構長いですもんね本山さん。だから若い頃の、ね、5年とかってものすごく長い時間でしょ、ね、成長という意味ではね、もどかしい感じですよね、うん、だから僕なんか始めるのは遅かっても、はい、そういった意味で2人が、ね、苦労して、はいはい、あの下積みしてた4人のところでカートからそのままなんとか追いつけたという早かったですよ、カートの車に上がってきてって、うん、もう19歳でカート乗ってそうですよ、ね、もうすぐ F3 乗って、うん、すぐ F1 のテストさせて、はい、言い方ゾヤ感、だからまあそういういろいろ出会いもいろんな人がね、はい、助けてくれる出会い場を提供してくれたんで、うんうんうん、まあ、そこでやっぱり自分がいかにものにしないといけないなっていう、せっかく与えられたチャンスを棒に振るわけがないっていう、まあ、気持ちでやってきたんで、だからまあ今ここに入れるのかなっていうふうに思いますけど、でそれがまあギュッとしごめんなさい、そういった意味では2000年のね、亮があの GT 選手権でタイトル取りに行くときに、昨日トークショーでね、はい、あの道上亮が最後スティントを乗るときにこのまま行ったらタイトルやぞって僕言いに行ったっていうのは、やっぱり彼がねものすごく悩んでて、最終的にね、うん、S 帯のね、まあ、僕の口からやから言えるけど、そんな大したことない車にしか乗れない時期があってね、あそういうところももう真横で見てて、この道上亮がこんな苦労してるのかっていうのがあって、あでそれでね JTCC のテストから入ってホンダのね主流の中入ってきて、はい、で、JGTC になって、はい、でそこでタイトル取ったらこの先またホンダとの道が、ね、どんどん開けるぞという、そういう僕の中のメッセージもあって、はい、これでまた本来の道上亮に戻るかなっていうのがね、ああの感じたのが2000年の鈴鹿での最終戦だよね。そうか、やっぱりそのね共に支えてきた仲間と、またその書いていただいた諦めない気持ち、はいはい、そうですね、そういうことで、うん、この諦めない気持ちを書くのに、はい、うん、20分かかる。本山さんはレースってすぐ書いたけど、そこは20分かけなかったよ。覚えてなくて。やっぱりでも無事さん、それだけそのいろいろあんねこの人。いろいろなことを経験してきたから、うん、一言で集約するの難しいということでもありますかね。はい。いやでもそこの辺がやっぱいろんなタイプのドライバーがね、じゅんさんいらっしゃるんだなって。いや、それはね、もう時間なんてものは振り返ったら、うん、あの時の時ってもう一瞬のことで大したことない問題も。ね、その当時ってものすごく大した問題なの、本当そうね、でそれの積み重ねで来てるから、なかなかこういうことを書く、ましてはこういうステージでやるでしょ、はい、で若手に対するメッセージも我々世代だとやっぱ多少考えながら書かないといけない、そうなってきた時にやっぱりなかなか時間かかるっていうのは、やっぱりもう道上亮時間管理ができてないうるさいな、もうでも本当のところで言うと、うん、道上亮このスケッチ書くの、うん、もう3回目ですわって言いながら言うてないよ、どういうの、だって昨日やめなさいやめなさい、ひらってはいはいりょうちゃんごめんな、はい、いいよいいよ、いちゃいちゃすまでだからいちゃいちゃすまで、さあそしてジュイさん、はい、強い気持ち、あそこにスバルの女の子がポテト持ってはるわ、いや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 、あのポテトほんまや、僕に差し入れか誰に差し入れ、僕やんな、よしよしよし同じ青やもんなあ、それだけ？さあ、ジュンさん、強い気持ち、はい、はい、強い気持ちでございます。これどういう思いで？これなんだろうな、やっぱりね、夢って簡単に語れるでしょ？うん、語ろうと思ったらね。
で重たくも語れるし、道上さんみたいにね、夢を叶えるために何ですかって考えて適当にこうやってパーッとかけますけど、そんなことない、バカ野郎バカ野郎でもね、やっぱりね、強い気持ち持つことって大切やなって思ってて、最近の若い子たちでもね、いろいろ相談来ますけど、やっぱり僕なんてちょっと時間ないからあんまり相談なんて乗れないんだけど、それでもどうしてでも喋りたい人は来るやん、そしたらやっぱりその人が好きであろうが嫌いであろうが、やっぱこっちも時間割くし、でそう考えた時に自分はレースでこの人たちに負けないようにするためにもう必死でいろんなことやった。開発の現場に入るのにはどうすればいいかって考えたし、だって GT 選手権で勝つのに開発の現場に入った方が勝つのに近づくよね。そりゃそうやね、車作ってるとこそばで見れるわけですから。でしょ、でそこで開発の現場で自分のその能力でいいパーツを作った時に、そしたら開発してる人たちはまず11にそのパーツを渡そうって思うよね。うん、そしたらどうやったら開発に入れるのかとか、どうやったらパーツを早くもらえるのかとか、そういうことの集まりやねん。だからこの人を勝たしたいって思う人間、レースの世界だとね、1人なのか100人なのか1000人なのかでその人の勝率変わんねん。だからそれと一緒で夢っていうのもそうやと思う。もうどれだけ強い気持ちでその夢を叶えたいかっていうのがね、最初は鬱陶しいな、もうこんなことばっかり言ってきやがってと思っても、それが続いたらやっぱりね、人間やろ、そしたら気持ち動くねん。そしたらそれに対して僕近づけると思うのね、はい、だからどれだけ強い気持ちを持つかっていうことが一番大切 で、うん、でそんな気持ちを持てない夢なんてものは別に夢じゃないと思う。おだから夢っていうものは本山さんでいうところのレースね、スで道上さんでいうところの何やったかな一緒やん、これ一緒やん、ほんまにそうですね、うん、だからそういった意味でなんかこれをね、今最近の若い子たちを見ながらこれを書きましたけど、あの自分がねもっともっと成長するために、今本当にほとんどレースをやめながら、はい、モータースポーツのメジャースポーツにしたいと思ってた僕が、はい、モータースポーツはメジャースポーツになるって決めつけてんのね、はい、でなるって決めつけたことによって何年から、そこから逆算して現段階で今自分はどうすべきかと、道上さんどうすべきか、本山さんどうすべきかっていうことを考えながら今生きてんだけど、はい、そういうことがいっぱいになってくるとトヨタのイベントステージもみんなと一緒に作れたり、はい、またそこと本田さんとジョインできたりって、はい、あの頃からしたら考えられへんけど、でも僕はものすごく強い気持ち持ってんで、そしたら僕がこうやって強い気持ち持ってたら、この人たち僕が横でプラ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 喋ってて、うるさいな、なんやなんやって言いながらも、なんかお願いしたら全部聞いてくれんねん。本山さんなんかさ、ね、今年どうなるか分からへんっていう時に電話して僕の言いたい放題出てくれへんって言ったら、ジュイちゃんありがとう出るよって、道上さん高校高校やけどちょっとやってくれへん言ったら、いいよやるよって断られたことない、スケジュールはあるよ、うん、だからそういう強い気持ちを持ってたら多分周りの人って動いてくれるのかなって僕はそうか思うっていうことを道上さんが後で11言った方がええよ全部もう今までのも全部そうですよ、全部そう、うん、道上さんやったんやな、天理ラーメン食べながら2人で話し合ってる美味しいけどもや、うん、美味しいけどもや、でもそういうやっぱりね、気持ち、思いは伝わるというか、思いは伝わんねん、だから今日は絶対勝ちたいねん、勝ちたいよ、出た、うん、出た、俺もと昨日ビリやねん出た出た、まずいねん、その話聞こえてへんと思うけど、あそこにうちのボス来てはんねん、そうや、見せなあかんわ、勝たなあかんねん今年スープラ発売すんねん2002年のスープラ復活して、いろんなところであのスープラ今露出してんねん、そうやね、勝たなあかんねん、もうや、でもそれはね、あの基本真剣に走ってるからな、みんな、真剣に走りましょう、もうちょっと今日はリバースグリッドするって言ってたっけ、リバースグリッドにしてほしいわで、リバースグリッドにしたらスタートして1コーナー取るとするやん、俺もう本気でブロックしていいなんだか全然スピード負けてても来るなんて、いやそしたらリバースでスタンディングスタート、うん、いやスタンディングは本山さん、スタンディングはリバースしても意味がないですかスタートして数百メートル行ったらあんたがトップにおる、でもそれをみんな期待してるよ、昔からスタート上手いの本山さんは、いやいや笑い取るところとカッコつけるところで、あそこはちょっとハンドル持つところはカッコつけない、じゃあジュイさん、でも俺も全然スタンディング超得意って言ってるじゃないですか、いやそれはこの人たちいてへん時や86レースのような話やねスタンディングスタートでこの人たちが横に並ぶやん、ね、走馬灯のように頭の中にあの時が巡りよるわトラウマ、スポーツはメンタルや無理やそんなもん、なんかフライングよう取られてたよな
フライングだからフライング用取られてたからフライングもしてないのにフライングにされたこともある。だからイメージっていうのは大切や。でもスタートでそのホームラン1本を3人一緒になってて、言っとくけど俺がスタートまともにできたらあんたの何十勝のうちの何勝かは俺のもんや。ジューチがポールポジション俺が3番手ですね、そのライバルで戦ってるのにかかわらず、でスタート直前にスタートどうやってやってんのってね聞くタイミングもほんでそうええー、ってびっくりして。ちょっと本山さんなんて答えたんですか。いや教えてくるのよ。いやそう教えたけど、でももう何回やってもジューチはその出遅れ出遅れかフライングかどっちかなのいやそんなねスタートのみたいなこんな細かい時間に気にしない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 ってしてたら、うん、そこ気にせないと勝てないっていうことを分かった引退間際ぐらいや結構最近せやけどそれも含めてだから GT の道に行ったんや。なるほど GT がスタンディングスタートやったら、うん、俺その辺の今頃ただのおっちゃいになってるローリングスタートあってよかったですね。よかったわ。もう様々や。もう最終的にはもうミスタースーパー GT ですよ。いやだから心の病気やからスタートは全部イーランギラ心の病気言うなもんねだからGT だけはホームランやっぱスタートが大事で、そうか道上が勝てるチャンスも俺がスタートだけで潰してしまったっていう、はい、非常に申し訳なかったいや歌山さんな競技場と癒着してな本山さんが自分が動いた時に信号書いてくださいじゃないかっていうぐらいね昨日発覚してな、まあ、それさっき1個だけあったあったかいないないもうないない昔やってて昔の時代こうやって旗をこうやって下ろす時に、うん、松本圭司さんがスタートしたら直弘さんがこうやって旗を振ったいうことあったらしい。そういう時代もあった、うん、いや今できないですもん ね全部抑えられてるし全部残ってるし全部冗談やね。どうやで、ね、びっくりしたわ私もそんなん言うからもう、はい、検証するもんね。嘘やでって言うてるだけやからなどっちやねんもうひっくり返ってひっくり返ってまあとはいえやっぱ楽しみですね今日もね走行 ねなかなか出てこの3人楽しみちゃうで俺はもう緊張してるニコニコしてるけどいや元山さん楽しみでしょ。まあそうですねちょっと緊張しますけどね。あら元山さんでも。いやいやもうこの顔腹立つわ横から見てみ、ね、もう余裕な顔してはるわもうすごい緊張しますけど、ね、でも言うても GT500 この間まで乗ってたからな。そうなんですよ。でもあれはもう古い車だから違うの、うん、僕なんて最近で乗った中のぶっちぎり一番速い車やねあの車で86レース出たら全部勝てるわ。そりゃそうやわそりゃそうや誰でもそうやわそんなもんいやでも道上さんもぜひ今日のバトル頑張っていただきたいと思います。どういう作戦でいきます今日。ちょっと天気が心配で。確かに天気のこと言うな。天気は晴れもう絶対降らへんねん。降らへん降らへん降らへん。僕もレインタイヤがないんですよね。滑るで気付けろよお前スリックで行けって言うんですよ。もう行くしかないかなってちょっともう腹くくってるんですけどあれ壊したらまずいなと思いながらもいやこれだけのなホンダファンの方々来られてんのにな雨降ったから言うて走らへん言うこと見てあらへんで言い方おしかも俺はもうそらそうや道上さん走ってほしい人ジュイチさんね、多分ね、今だけ雨降るのちょっと祈ってるちゃんとはい、というわけでね、ぜひね、今日の走行にもご期待いただきたいと思います。お話つきませんが、お時間になってしまいました。はい、そうです、そちらの方の抽選券はですね、また後ほどご案内をさせていただきます。ひとまずゲストの皆さんお送りしたいと思います。脇坂ジュイチさん、道上亮さん、そして本山聡さんでした。ありがとうございました。今日の走行もぜひ楽しんでください。さてですね、今書いていただきましたフリップなんですけれども、小学生のお子様を対象に抽選券をお配りします。抽選券をお配りする